はい、どうも、浜ブログです。ちょっと、緊急でカメラ回してるんですけども、ちょっと言いたかっただけです。最近ごめんなさい。ルーティン動画全然上げれてなくて申し訳ないです。ちょっとですね、かなりバタバタしておりまして、ぶっちゃけ全然動画編集ができてないので、そのお詫びとですね、ご報告も兼ねて、近況報告というタイトルの動画を上げさせていただきました。直近何があったかというとですね、まず、2月入ってからですね、出張三昧でして、ちょっと本業がかなり忙しかったのと、あとですね、X とかインスタグラムでは写真なんかも上げてたんですけど、2月の7日からですね、インフルエンザにかかりまして、本当に人生で一番辛かったですね。40度ぐらいまで熱が上がっちゃいまして、すごいびっくりしたんですけど、40度近くなると、本当になんか幻覚というか、幻みたいなの見えるんですよね。いやー、ほんとしんどかったですね。なんかもう、自分が今どこにいるかわからないみたいな。茅ヶ崎って、なんだろうみたいな。なんかもうわけわかんない思考になってました。はい。で、1週間丸々死んでまして、2月の2週目はですね、インフルエンザ治りかけの段階で熊本に出張行ってました。で、ここからです。熊本の出張中にですね、なんとですね、はい、事例が出ました。この24年4月からですね、なんと京都へ転勤することになりました。はい。サラリーマンの方よくご存知だと思うんですけど、本当に突然来るんですよね。みたいな感じなんですけど、私の場合今回実は皆様にはお伝えはしていなかったんですけども、社内の手上げ制度というか、まあ公募みたいなやつですね、に、実は応募しておりまして、見事通過することができまして、京都の方へ転勤することになりました。具体的なことはちょっと申し上げられないんですけども、今やってる仕事とは全然違う仕事になりますね。さらにこう自分の仕事の視野を広げてですね、新しい経験を積んでいくみたいなことになりました。京都に行くのもですね、基本的には1年間だけですね。1年間新しい業務に、チャレンジさせていただきながら勉強して、でまた、次の部署へ行くというところですね。はい。先週、X で3連休に家族で、京都で旅行してますみたいな感じであげましたけども、実はですね、旅行でも何でもなくてですね、新しいお家を3連休探しに行ってました。はい。で、もうそんなこんなで、ぶっちゃけかなりバタバタしてまして、全く動画が作れてませんとところです。申し訳ない。日々勉強してる様子などのルーティン動画を上げてるんですけども、そういう意味ではルーティン以外のことを3週間ぐらいやってるぐらいなので、全然動画が撮影すらできてないですし、皆様にちょっとお伝えも難しくなっていたっていうのが、ごめんなさい、正直なところです。ということで、ぶっちゃけ今今日もごめんなさいできてないですし、ランニングも全くできてないです。月間 100km ランニングを12ヶ月連続で継続するって、年初でも立てたんですけど、ごめんなさい。2月でも今回クリアならずですね。インフルエンザで一切10日間ぐらい走れなかったのと、その中で事例も出まして、新居探しだとか、それ以外の諸々ですね。そちらの方にちょっと時間割いたので、ちょっと達成が難しいので、ちょっと環境もガラッと変わるので、目標を見直してもいいかなって思ってます。ということで、頑張って、ルーティン動画上げられるように調整はしていきますが、なかなか、この1、2ヶ月は難しいと思います。ただ、X とか、インスタグラムでは、近況について、つどつど報告させていただこうかなとは思ってはいるので、まだフォローしてない方、ぜひ、概要欄にリンク貼っておりますので、フォローしていただけますと、幸いです。で、この4月からですね、新しい環境下でのルーティン動画を上げさせていただくような形になるかと思います。ルーティン動画京都編ですかね。はい。今から、京都での生活非常に楽しみです。ということで、突然、近況報告という形で、動画を撮影しましたけど、そんなこんなで大変忙しいですよという、ご報告の動画でした。今もちょっと外回りの合間にこそっと撮ってますんで、また仕事に戻りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひこれからもよろしくお願いします。バイバイ。